皆さんこんばんは。日本唯一の林業専門番組自伐ニュースのお時間がやってまいりました。今回第41回となります。今回もですね、自伐ニュースレポーターの上垣義弘と、自伐型林業推進協会代表理事の中島健三がお送りしたいと思います。中島さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。第41回、新コーナーを用意しました。ズバッと解説、ショートムービー2人で林業を、中島さんに、解説してもらいたいと思います。この動画は3分間ほどの映像なんですけれども、非常に面白い要素が込められているものになりますので、これを中島さんに、たっぷりと、解説していきたいな、いただきたいなと思います。そして後半は事務局だよりといたしまして、6月に、自伐型林業推進協会の理事会、理事会を経て総会を、開催することになりました。ネットで、開催する予定ですので、その案内ぜひ、見ていただければと思います。それでは第41回自伐ニュース、どうぞお楽しみください。はい。日本唯一の林業専門番組自伐ニュース第41回は、新コーナーズバッと解説のコーナーを中島さんとお届けしたいと思います。中島さん、今回は、ショートムービーの、2人で林業、これは1年ぐらい前ですかね、撮影を始めていって、自伐型林業というものを3分間で、紹介しようというエッセンスを込めた、映像です。そうですね、2人の、ご夫婦がやられているというものになりまして、これの中にはですね、非常に面白いポイントが隠れているということで、中島さんに今回は、コーナーで解説してもらいたいと思います。まずはですね、皆さんとこの3分間の映像を一緒に見てもらおうと思います。見てもらった後、解説を始めていきたいと思います。それでは3分間の2人で林業、どうぞご視聴ください。
皆さんいかがでしたでしょうか。2人で林業、中島さん、この映像ですけれども、どのあたりから解説をお願いしていきましょうか。そうですね、ちょっと前提を今これ動画で、作業イメージ、自伐型林業の一般的な作業イメージをイメージして、撮ってるんですが、これ撮ってる方が、はい、徳島県の純粋な家族経営で、自伐を展開している橋本林業さんですね。はい、で、橋本さんは約100ヘクタールの山を所有されてて、それを今、橋本さん、今これ、橋本さん夫婦です。絵で出てるお二人はですね。で、息子さんが一緒にやってます。ということで、二世帯がやってるんですが、二世帯が、こう、100ヘクタールで、なりわいになってると。で、彼らの主収入は全部林業です。この自伐林業ですね。で、今回は、息子さんが約10年ほど前に帰ってきて継いだんですが、それまでは夫婦で やられてたんですね。で、橋本さんは今の年齢がですね、73歳だと思います。で、奥さんが68歳。非常にご高齢なんですが、現役です。じいちゃんばあちゃんで林業やってると。うん、で、このじいちゃんばあちゃんが、これ、一日の作業ではなくって、半日の作業です。はい。ほんで、日が、雨が降ってなくて、元気な時は、この作業を午前中一回やって、午後もう一回やるそうです。うんうん、その作業量、ほんで、今、橋本さんが日々、林業作業をしているメインのところを、ちょっと動画を撮らせてもらったということ。うん、まずここで重要なのは、老人でもできてるという。ちょっと老人というのは、ちょっと橋本さん失礼なんですが、確かに、うん、失礼なんですが、まあ、じいちゃんばあちゃんでもできてるよというようなところが一つ重要、うんうん、で。夫婦でやると非常に効率がいいよっていうようなところですね。はい。うんうん、じゃあ、ちょっと、少し先へ進んで。で、軽トラで現地まで通ってますが。そうですよね。最初はお家なんですもんね、ご自宅から。そうです。これ本当はね、二人で軽トラに乗ってるように見えてるんですが、実はまあ、旦那さんは、旦那の方は、リトトラックで上がっていきます。で、奥さんが軽トラで上がっていくと。で、まあ、軽トラ使わずに2トントラックだけで行く場合もあるようです。それは、場によってですが、この絵がね、軽トラの方が撮りやすかったんで、軽トラで今回は行ってもらったというような形ですね。はい。で、あれ、かなり短縮してますが、かなり15分ぐらいかかってます、ここ行くまで。あ、その目的地まで行くのに、いや、山の下からですね。コンクリが張った一般公道、これ家の前なんですが、うんうん、この家の前からさっきの現場へ行くまでに15分ぐらいか、結構ね、遠いんですよ。何キロかありますね、そうすると。で、この間にですね、ここの山は多分一番広い山で60ヘクタールぐらいまとまってる山なんですけれども、うん、そこに大体多分20キロぐらい作業道入ってるんですね。20キロ。今これ、こう下がってね、この後上がっていくんですが、これ、洗い越しっていう工法をやってるところを通ってるところですね。谷のところですね。谷を渡ってるところですね。谷を渡ってるところ。この後、ね、エアピンが出てきますね。ちょっとそういう特徴のあるところだけ、うんうん、撮ってるという感じですか。まあそういうのを使って、さーっと、まあ10分か15分ぐらいで、現場に到着。はい。中島さんがよく、重要だとおっしゃってる作業道をまさに20キロぐっと言ってるで、ね。この作業道をね、いつ作ったかと。うん。言うと、これ30年前です。30年間ずっと使ってる、ね。30年使い続けてるというところで、だから、ここの現場は30年ということはどういうことかわかりますかね。これ3回目の干ばつということなんですよ。10年ごとに。そう、10年ごとに、さんは干ばつしてます。同じ山をね。
橋本さんは100ヘクタールを10等分してるんですよ。10ヘクタールずつ10等分して、合わせると100ヘクタールになってる、うん、でこれどうして10等分してるかというと、1年間に間伐する面積は10ヘクタールと決めてるんです、うん、でそれを10年すると全部できるわけですね、一度。はい。で、それを、次の10年はまた始まるわけですよ、同じとこから。うん。うん、ほんで、これが、今、このやってる現場は3回目の干ばつ。うん。ほんで、30年前に一度、20年前か、20年前に一度干ばつしたわけですね。で、10年前にもう一度干ばつした。で、今回、また干ばつしてると。30年前、うんうん。ということで、その最初の時に作った道ですから、30年前に作った道ということなんですよ。なるほど。こういう、こういう形で自伐型の、ね。まあ、20数年前ってことかな。20数年ぐらい前に作って、で、その、20年間こうやって軽トラ、後で2トントラックも出てきますが、余裕でずっと使い続けられてると、壊れてないということです。うん、壊れてないポイントですね。そういうことです。はい。じゃあ次、行ってください。次はどのあたり？次はね、木切ってるところがあると思います。木を切ってるところですね。これ木切ってどういうふうに戦木したかというと、まあ、あくまで劣勢木。劣勢木というのは、つまり、あんまりよくない、この今残ってる木の中で、それから、今こうやって見えてるこの図は、過去2回間伐して、で、うん、これだけ木が残ってるということですね。で、今選んでる木も、立ってる木の一番、まあ、ボロいというか、質の悪い木。うん。質の悪い木というのは、ちょっと傷が入ってるとか、曲がってるとか、あと、ちょっと、ちょっと弱ってる木とか、そういうのを選木して、選別してるんですね。で、その木、ちょっと負けた木から切るようにしてるそうです。はい。それでもけど3回目の間伐なんで、後で、実際切った木が出てきますが、結構いい木ではあるんですが、この木の中では一番、そうですよね。2回か3回のこの選木、選別には耐えてるというか、それえりすぐられてるものですからね、一応。前回の10年前の干ばつの時は、この木よりもっとボロい木を切ったと。うんうん、そういうことですね。そういうことですね。はい。ほんで、はい、ちょっと切ってるところ。いい木の場合は、橋本さんも、もしいい木をどうしても切らなきゃいけない場合、は上の方に倒すそうですが、山の今回はそんなにいい木じゃないので下へ倒して、うん、で下へ倒して今ちょっと止めてもらえますかね。ちょっとアップになるといいんですが、向こうの方にね、あれ向こう残る木なんですよ。この2本の木のとこに白いものと黄色いものが見えます。根元のとこにね、これね毛布巻いてんですよ。ほんで残る木を守るために毛布を巻いてると。そういうとこまで配慮してるという、ことです。すいません、進めてください。はい。毛布があるんですね、見える。もうちょっと多分角度を変えるところになると、毛布がよく見えるって感じですよね。倒したらよくわかると思います。はい。倒したとこ、もうちょっと。はい。いや、いいです。倒すとこで移ってください。はい。はい、今、このね、残った木の毛布がちらっと動きました。今回は特に残った木に当たることもなく落ちたんですが、まあ、ああやってちょっと当たったらということでですね、根元の部分が重要なんで。ありますね。うん。もう巻いてるということですね。はい。あれですよね。実は撮影の裏では、こう、ちょっと見苦しいんじゃないのと言って撮ろうとしたりっていう動きもありましたよね。でもこれは残そうみたいな。いつもそうやってやってるので、それはそのままでやってくださいということ。うん、
はい、お願いしました。はい。はい、で、この後、今度は増材ですね。枝払いか。枝払いに行きますね。枝払いは奥さんがやってましたね。はい、そっち動きますかね。そっち動きますでしょうか。ちょっとずっと動かしてください。はい。これ見たらわかるように、奥さん結構手慣れてます、やっぱりね。これ、いつも通りということで。で、ここは増材ですね。で、ここで一度奥さんが、印つけたのを消して、また別のところで印つけた。これね、曲がりを見てんですね。うんうんうん。で、元玉のとこなんで、まっすぐな4メートル材が欲しい。これ今4メートルに増材してるんですが、ということで、橋本さんがそこダメだと。うんうん、だから結構細かく見てるということですね。見て取れるということですね。はい。まあ、それによって金額が変わってしまうっていう。ずっと動かしてください、ずっと。はい。今消しましたね。そういうことで、ね。で、これ、こういうのが何本か、ここで間伐されてて、撮影現場でもかなり、木がたくさんありました。切った木が、ね。はい。で、それを今積み込みにかかってるという状況ですね。はい、ずっと動かしてください。で、橋本さんは、本当はグラップルがあれば、いいんだけども、まあ、グラップルなくても、時間的にも十分なんでということで、もう、グラップル使わずに、このフックとスリングベルトっていう、このね、木を巻いてるベルトがあるんですが、うん、それだけで材をトラックに乗せてるという。グラップルというのは、このバックホーの先っぽにつける、そうそう、なんていうか、こう、UFO キャッチャーみたいな、ものですよね。はい、そうですね。で、はい、そのまま進めてください、ずっと。はい、そこで止めてください。もうちょっと手前に戻してもらえますか。はい、これは今大きく、大きく。あ、そうだ、はいはい。はい。で、もうちょっと先。もうちょっと前へ進めてください。はい。ここで止めてください。お、はい。はい。これで動き出した、運び始めたとこです。で、これで、はい、通常はこれをこのまま、ベルト、このワイヤーで縛ってですね、原木市場まで持っていくわけですね。で、まあ、めんどくさい時は下の土場まで下ろして、運搬会社に運んでもらう時もあるそうです。で、これが午前中の作業で、これに大体 2.5 立方が乗ってます。で、これ結構真ん中にあるこの少し大きな木、これが元玉、さっき切った元玉なんですが、割合これ質のいい木になってます。十分 A 材ですね、A 材。多分1立方1万4千ぐらいしてると思います。で、この時の平均が全部のこの、これ午後からもう一回出してるんですが、で、これ 2.5 なんで、老夫婦二人で1日5立方を出すという計算で。で、実際は息子さんがいるので、息子さんってこの2トントラックでなくてですね、3トンのフォワーダーっていう、3トンの林内作業者っていうので出した。林内作業者で。林内作業者っていうのはキャタピラなんですよ。はい。で、遅いんですね。うん。走行するのが遅い。だから先ほど20キロっていうと、ちょっと時間かかるわけですね。そう、トラックで15分ぐらいかかるとこですから、結構ね、行って帰るだけで1時間以上かかったりする。ほんで、息子さんは1回しかやらないですが、トラックの場合早いので、10分15分で下まで降りてっちゃうので、これを2回やるそうです。ほんで、まあ、一家で8立方を出すという計算なんですね。だから、立方1万円で、今、この時は1万2000円でしたので、はい、8立方平均も1万2000円とすると、お方10万ぐらいになるんですよ。だから、この老夫婦だけ5立方ですから、そうすると、まあ、5万5000円から6000円ぐらいになる。6万ぐらいになる。ということで、老夫婦でもね、1日ね、6万稼いちゃうと。経費はどうなるんですか？燃料代だけですから。燃料代だけで。1000円、2000円の世界ですね。あとは市場の手数料はちょっと。で、市場の手数料はその売り上げに対する1割ぐらいですね。うん、うん、うん。5万、6万だと5000円ぐらい払う。だから5万ぐらいにはなってるということなんですよ。
さらにあれですね、この周り見ると、要はずっと木が残ってるわけですよね。そうそう。で、これが間伐した後の、これも戦木した木が全部倒してあって、うんうん、でそれを今増材して乗っけて出してるわけですね。で、だから、この木を切るっていう行為以外の作業だったら、これが運搬するだけで1日5立方運べると。うん、で、木を切る作業がその別途発生するということに なって、だいたいこの作業を年間5、60日やるそうです。橋本さんは年間5、60日。そうすると、だいたい200立方ぐらい出して、まあ、250万から300万ぐらいの財の売り上げになると。まあ、老夫婦の収入としてはもう余裕です。余裕ですね。で、まあ、あと、橋本さんたちは年金も入ってるので、まあ、出す量が少なくて済んでるという状況なんですね。だから、非常にこう、で、この、で、いや、そこではなくて、さっきのところでもう一遍戻してもらえますか。運搬のとこ、運搬してるとこ。はい、後ろの山が、はい、これでいいです。うん、これ今、後ろの山、見えてる山、これ、間伐する3回目と最初言いましたね。はい。1ヘクタールあたり何立方ここに、切る前にあったかというと、650立方ぐらいあるそうです。全国平均だと300ぐらいとか。400ぐらい、その1.5 倍から1.6倍ぐらいの財積。これなぜかというと、間伐をして、で、ここで出してる量がね、実はこの10ヘクタールで200立方とかですから、実は1割以下なんですよ。うんうんうん、財積の1割以下、数パーセントしか切ってないと。もし1割切れば、これ650立方ですから、1ヘクタールあたり65立方出るわけですね。そうすると、これ10ヘクタール間伐するので650立方出すんですが、橋本さんは1割間伐すると650立方出るんですが、それを200しか出してない。それはまあ、200万から300万の間の収入があれば、なんとか生活できるので、それで我慢してると。で、そうすると、次の干ばつの時には、さらに、これ成長量より少ないんですね。うん。うん。全体で2、300立方しか出してないということは、非常に少ない量なので、10年来ると、今度は750立方とかになってるわけですね。なんか、錬金術みたいですね。そうです。で、それが、この、ちょっと動画だけでは分かりづらい。現地行くとすぐ分かるんですが、うん、普通の山よりずっと財積多いなっていうのはね、実感できます。で、こうやって。まあ、雰囲気もまたいいですからね。このやり方がこの持続性を生むわけですね。で、まあ、年金があるということは、まあ、普通の一般の若い人で言うと、副業がちょっとあるというか。林業ともう一業収入になる業をうまく組み合わせながら、切る量を成長量より10年間の成長ということになりますね。間伐が橋本さんの場合10年空けてあるので、その成長量より少ない量の間伐生産で、いけれる形を作ると、森林経営というのはずっと持続していく。で、この橋本さんも聞くと、あと100年は余裕でいけます。まあ、要するに10回ぐらいの間伐は、この山だけで十分いけれると。そうすると、息子さんもこういう楽な林業。で、これ年間60日から、それが切ったりする、切ったり、この作業道をちょっとね、手入れしたりするので、あと50日ぐらい使うそうで、1年間に100日ぐらいの、のんきなですね。あとの200数十日遊んでるみたいなことでもですね。まあ、なんとかやれちゃうという。こういう、この動画なんですが、それがここに収まってると。まあ、ここまでね、全然説明されてない。本当はね、これ説明書きが入れたいんですが、うん、入れるとなかなかみんな、よう見なくなる。イメージだけにしてるんですが、そういう背景や深く読み取ろうとするとそこまで読み取れる。うん。だからこれは一つの理想的な、こう持続的な森林経営というモデルということで、
表現したものだと思うんですけども、まあ、これから自伐型林業をやり始める人たち、当然山と出会った時に、たくさん間伐をすることによって明るい森ができるよっていう言葉に惑わされずに、こうやって地道な間伐を。薄暗い森ということですね。それからこの作業自体見ても分かるように、うん、老人でもできるということは、誰でもできるよってこと。あまり難しいと思うような作業はしてないと思います。はい、それから非常に危なそうな作業はあまりしてない。夫婦で約40年、橋本さん夫婦は林業をやってるけど、怪我ほとんどないそう。全くと言っていいほどない。特に入院するような怪我は一切ない。で、むずく、うん。息子さんもまだ怪我とかをしたことないそうで、非常にだから、そうなんですよ。まあ、怪我ない、怪我がない。橋本さん、毛もないですけどね。そう。もうこれ、まあ、自虐ネタで使ってますから、それは許されますね。で、これなぜそれが非常に怪我がない、安全性が上がってるか。はい、林業というのは本来危険な作業ですから。農業なんて比べると、ね、死亡率も多い。で、けども、この重要なのは道となるわけですね。はい。この道が高密に入ってあって、さっき倒しましたね。倒した時に先っぽがこの作業道に引っかかったわけですよ。で、だからその作業道に引きずり出しながら、こう全部作業ができるわけですね。さっき倒した時、この先っぽが作業道引っかかってるんですよ。もうちょっと先見ればわかるんです。増材してるとこ見れば。どこですね。先っぽが作業道引っかかってるわけですね。こうやって、ほとんどの木がこうやって作業道引っかかってくる。で、その作業道上で作業ができる。で、この結構高密に入ってるんです。100ヘクタールに橋本さん32キロですから、1ヘクタールあたり320メートル入ってる計算になります。そうすると30メーターピッチに1本入ってるみたいな感じですので、これぐらいに入ってくると、作業が非常に、安全にもなるということで、いろんな利点が出てくるわけですね。うん、まあ、いいですね、他にもね、本当はもっとあると思うんですが、ちょっと時間的にちょっとあれですね。また皆さんで見て終わりにしますか。ここでは中島さんちょいちょい話しながらで見ていただいてもいいので、はいはい、ぜひ最後見て終わりにしましょう。はい、はい。はい。じゃあ見てみましょうか。これを見ながら、最後3分。はい。中島さん。はい。まあ、こういうことでですね、こういう林業をやれば、割合誰でも参入しやすくて安全性もあって、収入もそこそこなる。まあ、その代わりちょっと副業があればもっといいねと、兼業ができればもっといいねというようなことで、非常に自分はこの林業に参入ハードルが下がって、で、なりわいの、日本は山が多いので、林業を主収入にしながら、もう一個、まあ、橋本さんの場合は、この、年金がもう一個の収入、あるいはちょっと公私収入なんかがちょろちょろあるという状況ですが、うん、もう一個農業なんかを加えることで、この林業と農業、あるいはもう一行で、非常にこう、なりわいになって、二家族が、そうすると重要なのは、二家族ぐらいだと、100ヘクタールぐらいの山をいかにして、自分の山じゃなくても契約なんかで、うまく獲得できるかどうか、それからこういう橋本さんがやってるこの技術、それから作業道をつけれることができれば、この広い森がなりわいの非常に重要なツールというか、この活用できる資源になるよと、でそれがまあ自伐型林業であるという、で、皆さんね、参考にしていただければ、ぜひ自伐型林業への参入をね、検討していただければありがたいですね。はい。で、行政としてはね、こういうことをうまく支援するようなシステムを作ってもらえれば、地域にこういう人がたくさんできるよと。自治体、1万ヘクタールぐらい持ってる自治体たくさんありますので、
はい、そうすると橋本さんみたいな家族が100家族できるかもしれないというようなこと。まあ森林環境譲与税もね、出てきてますから、自治体もどういう政策でやるか、国はなかなか支援がない中でも自治体でもできることがあるというところで、そうですね、こういった機会もねこれぐらいだからね、もう橋本さんなんか全然投資も今ないわけですね、すぐに、まあ、3年ぐらいでね焼却できるんじゃないでしょうかね、500万円後の、うんうんうん、投資ということになります、ね、はい、まあ、こういう林業をやる人がねたくさん増えてほしいですね、うん、いいですね、はい、これがちょうど3分で終わりましたので、今日はズバッと解説ショートムービー、2人で林業ということで、中島さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それではまた来週よろしくお願いします。自発ニュース、後半は事務局だよりを、お伝えしたいと思います。5月の11日に、自発型林業推進協会理事、10名おりまして、理事会を開催しました。本来であればですね、1年間終えて、総会とシンポジウムというもの、例年やっておるんですけれども、新型コロナウイルスの、感染の、状況もありまして、総会をどうやって開催しようかということを検討した結果ですね、6月に、皆さん公開で、ネットで総会&イベントを、開催しようということになりました。一応自発型林業推進協会も丸6年ですね、経ったところになりまして、これから、まあ、7年目に向けて、自発型林業推進協会皆さんサポーター会員、1000人ほどになったので、公開でぜひ、参加していただきたいなと思っているところです。日程が決まりまして、ご案内しますが、6月の21日の日曜日、1時からを予定しております。サポーター会員の皆さんやメルマガでも、案内していきたいと思いますが、中島さん、一言、このネットで、開催することについて、自発型林業の今の広がりとともに、一言いただければと思います。はい、本来だと5月末に、今年は早稲田大学と連携してですね、フォーラム、それから総会を一緒にやろうと思ってたんですが、ちょっとコロナでやれなくなってしまいました。ちょっとオンラインでやるっていうのは どんなになるのかちょっとよくわからないところがあるのですが、今年はもう仕方ないなということで、6月21日で決定しました。まあ、自発協も、かなり多くの方、自発展開担い手になってくれてる方、1500人以上ぐらいになってきて、会員も1000人近くになり、それから、講師もだいぶ増えてきて、推進する自治体も、一応過去予算つけたとか50以上になってきたと。で、地域推進団体も全国40団体以上がどんどんできてきて、加速が、普及が加速してるんですけども、ちょっと今、自発展開、普及のステージも変わってきたなというようなことで、まあ、このコロナをうまく利用して、もっと動画とか、そういう、もっと広報できる手段を、模索しないといけないという状況にもなってます。ちょっと新たな取り組みと、コロナをうまく利用して、また、違う展開も開始したいと思ってます。いろんな意見を寄せていただきたいと思いますので、ぜひ参加できる方は、6月22日、よろしくお願いできたらと思います。以上です。はい。ホームページやメルマガでも、ぜひお届けしたいと思いますし、この、まあ、自発ニュースの企画会議なんかを公開でやってもいいのかなということなんかも、実は理事の中から意見出てますので、ぜひお楽しみにしていてください。6月21日午後は、ぜひ開けておいてください。それでは事務局だよりお届けしました。またどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。日本唯一の林業専門番組、自発ニュース、いかがでしたでしょうか。第41回は、新コーナーとして、ズバッと解説、ショートムービー2人で林業と事務局だよりをお届けしました。
前回ちょっとお休みということで、いただいたんですけれども、少し練った形でお届けしました。どうかご容赦いただければと思います。そしてですね、来週はですね、高知県のあたりで、どうもクラウドファンディングをやっている、自伐型林業者が出てきているので、その方に登場してもらって、今までやってきた自伐型林業や、あとは、今の企画ですね、新しい企画、どんなことを考えているかというのを出演して紹介していただきたいなと思っております。それでは、日本唯一の林業専門番組、自伐ニュース、また来週も、こちらでお会いしましょう。それでは、また来週。